京家大院は中国の山西省進む中式県京屋保村にある歴史的建造物で中庭を有する商家の大邸宅である。18世紀の建築物であり、進む省である京家の屋敷であった。現在は住居としては使用されておらず、博物館となっている。映画、くれない夢などのロケ地として有名で、多数の観光客が訪れる。1756年。 新朝の建立帝の時代に建造された18世紀の建物である。豪商である京家の屋敷であり、その中でも最も著名な三世商人であった、京いたすようもここに住んでいた。もともとは在中堂と呼ばれていた。三世商は、進む商と呼ばれる豪商が栄えた地域で、金融業などで成功した。こうした豪商は、大きな邸宅を構える習慣があり、京家大院は、 進む省の典型的な家屋である。京家大院は世界遺産となっている平遥古城から3 0トルほど北東40分ほどかかるところにある。波や山の頂のように連なる屋根が特徴の大邸宅で313室の部屋を備え大きな中庭が6つある。 四号院と呼ばれる中庭を囲んで胸を作る形式の家屋で全部で6つの中庭の連続でいずれも一正一弁の構成となっている。変院は厨房院で飯使いが住む部屋と台所などがある。中庭にはマリウスと引きスが置いてある。かまどと炉もある。中庭とそれをつなぐ通路は 出実だが上品な迷路のように入り組んでおり、早期門に似た形になるように設計されている。2001年に中華人民共和国全国重点分物保護単位として登録された。21世紀になってからは住居としては使用されておらず、博物館として一般公開されていて人気のある観光地となっている。博物館には秋や新大の家具長度や、 狂撃の衣装、小道具なども展示されている。2020年には一時期、新型コロナウイルス感染症流行の影響で閉鎖されたが、3月には営業を再開した。賛成賞には他にも、商家の邸宅である、大家大院や、巨可大院がある。超芸房監督、コン、臨主演で1920年代の一夫多妻生の一家を描き、 ベネツィア国際映画銀近自称を受賞した映画《くれない夢》の撮影場所として有名である。このため内部には映画を模した赤いちょが飾られている。また2006年に放送された今日いたすようを主人公とする中国のテレビドラマシリーズ《京家大院》もここで撮影された。このテレビドラマの原作である同名の小説も刊行されており日本語にも翻訳されている。 ありがとうございます。